メリークリスマス。無神論者がクリスマスを祝うな。どうも、永続革命こそが真の勝利、レフトロツキーです。ヨシフ・スターリンだ。岡田真澄さんじゃなかったんですか？そうそうそう、どうも岡田真澄です。ということで今回は、何進めとんねん乗り突っ込みさせろや。黙ってろ凡人。はい、ピッケル入ります。本当にすみませんでした。同志スターリンは天才です。よろしい、進行しなさい。今回はホイオンのモッドであるカイザーライヒのさらにモッド、カイザーリダックス、通称、KX をやるわよ。KR にいろんな要素が追加されているモッドだ。で、ドイツが覇権国家で EX が赤く染まったこの世界で、俺たちは何をするの？最初に言っただろう。メリークリスマスと、実はこのモッドにハミームモードというのが搭載されているぞ。ミームってインターネットミームのこと？その通り、それをオンにすることでふざけた国家を地上に召喚することができる。で、どういうのがあるんだ？これがミームモードの一覧だ。それぞれのコンテンツを解説するとこうなる。お前も加担してるじゃねえか。俺はこの世界ではロシア内戦で死亡したはずの個人で役割はないからな。南極から襲来したって問題ないんだ。問題しかないだろ。ということでこれを全てオンにして遊ぼう。バイデンやスカイネットならぬシューネットとか突っ込みどころはたくさんあるが、人生を満喫しようが一番謎だな。まあやってみればわかるでしょ。で、どの国で遊ぶの？南極からペンギンと共に革命だ。まあ、面白そうだし、付き合ってやろうじゃないの。ということでプレイ、始めるよー。一番南極に近いアルゼンチンで始めたぞ。まあどうせ出現した時点でセーブ&ロードだからどの国でもいいんだけどね。まずはクマがグリーンランドの東にあるノルウェー領のヤンマイエン島に現れたぞ。ノルウェー本土に現れた北極グマは自らをヤンマイエン人と呼んでいるそうだ。早速北極グマはノルウェーとフィンランドに宣戦布告したぞ。ヤンマイエンはブルジョワグマに支配されるブルジョワ国家みたいだな。まあクマだろうがなんだろうが、ブルジョワは消し飛ばすまでだ。クマのブルジョワって酒を独占したりしてるのかな？と漁場の所有権を独占しているに違いない。今すぐプロレタリアグマを解放せねば。はいはい。続いて人類帝国なる国家がネパールに出没。周辺各国が侵略の脅威にさらされている。指導者は人類の皇帝という名だが、さっきのイベント分とこの肖像画を見る限り、彼の正体はインドの神秘学者ジップン・クリシュナムルケだ。腐った世界をぶっ壊して聖なる世界を作るのが目的らしい。要はカルト野郎の国ってことね。今度は UFO の目撃情報が世界中で多発しているというイベントが起こったぞ。ドイツとカリフォルニアのスピリチュアリストどもが歓喜しているらしいな。調査を開始できるが、しておくか？未来からの侵略者がやってくるって書いてますけど、多分バイデンと習近平が来るんだろうね。大熱戦の時代に未来人同士で新冷戦するのやめて。と見てみると、青ざめた馬がいました。その乗り手の名前はトロツキー。ペンギンの軍隊が彼に従っていました。はい先生。どうしたのかな工場くん。今説明していただいたこと一つも理解できませんでした。たく、これだから凡人は、青ざめた馬、死を象徴する馬だ。 KR の主役の一人、サビンコフの小説の名でもある。そしてそれに乗った私がペンギンの軍隊を率いてペンギン帝国を建設するのだ。はい先生。どうしたのかな工場くん。先生は今言った文章を自分で理解できていますか？全く理解できてないぞ。ダメじゃん。ということで私はペンギンを率いて革命を起こすことになった。なんでだよ。南極コミューンの始まりだ。ボリシェビキは蘇る。あれ？国家指導者はただの軍帽をかぶったペンギンだね。しかし、国民精神はバリバリトロツキー。確かにトロツキーがもし生きていたとしても南極にいる可能性は低いし、自分をトロツキーだと思っているペンギンがそこに存在するだけなのかもしれない。俺が、ペンギン。ぐにゃー。トロツキー？これが俺の真の姿。は？んなわけねえだろ張り倒すぞタコ。ペンギンな。で、どういうことなのか教えてもらおうか？この世界のロシア内戦で戦死した後、俺はペンギンに転生したんだよ。共産主義者が輪廻転生してんじゃねえよ。まあ東南アジアとかなら仏教社会主義ってのがあるし、宗教社会主義はボリシェビズムとは相入れないだろ。というかその話すたびに実写とイラストが交互するのやめろ。ということでセーブ&ロードして南極コミューンに入ったよ。なんでペンギンと対話式 AAR せなあかんねん。ペンギンになっても、レフはレフだからレフダビートビチって呼んでね。わかったよブロンシュテイン。意地悪だなぁ、工場は。我が国は工場ゼロのゴミ国家だけど、クソ強国民精神と人的及び装備ボーナスがあるから、南米征服ぐらいはたやすくできそうだね。そういえば最初のミーム一覧にあった人生を満喫しようの効果らしきディシジョンがあるぞ。国家方針ツリーが変わるみたいだね。押してみよっか。さあ NF が変わったぞ。どうやら一日中リビットを閲覧しているようなクソアニメオタクが健全な生活を取り戻しエッチできるまでの道筋を NF にしてるらしい。自虐ネタってことだな。で、その人生を満喫するのは国家元首である貴様だ。まずはシャワーを浴びるよ。じゃあ実際にシャワーを浴びてきたらどうだ？鳥類は臭いしな。工場、もしかしてそれって。申し訳ないがペンギンとやる趣味はない。よし、シャワーも浴びたし、南米の子供たちに革命をクリスマスプレゼントだ。南米の子供たちは全員泣いてるよ。もちろん嬉し涙だよね。悲し涙だよ。パタゴニア、チリ、彼らは社会主義を理解していない。ペンギン永続革命こそが誠の社会主義革命なのだ。KR 本編だと俺はパタゴニアにいるから KX ではグルジアにいて本当によかったよ。全米保護、植民地化委員会ってのが現れたみたい。もしかしてこれって。
どこからともなく大軍がアメリカ内部に侵攻し始め、見境なく殺戮を繰り返している。ほんの数時間前、彼らのリーダーであるジョー・バイデンと呼ばれる男が、その正体と意図を明かした。彼は未来から来たと言い、地球を浄化することを唯一の目的としている。ということでバイデンアメリカが出現アメリカ合衆国全土を占領しようとしているぞ。なんでバイデンが地球の浄化を目標としてるんだよ。2023年に核戦争が起きて地球が住めない環境になっちゃったから、別世界線の地球を浄化して住むことにしたらしい。ひでえ。でもその浄化に核兵器を使うみたいだね。核戦争で住めなくなった地球から逃げてきたのにこっちの地球も住めなくするのか。リベリアに核を投下できるってことはもしかして世界中に核を投下できるのでは。確かに、バイデンはアフリカに領土持ってないし。こうしちゃいられない。いろんな国が核の餌食になる前に我が国が保護しなきゃ。保護。バイデン主義者は早くもワシントンを落とし、アメリカ全土を掌握しつつあるみたいだ。そりゃ戦力が違いすぎるからな。未来兵器と核を大量に保有してる国にかなうわけがない。そしてアメリカは正当なアメリカ大統領。ジョー・バイデンの手に落ちたよ。バイデンは全世界の浄化を目指しているんだよな。人ごとのように話しているが、南極固有の核の炎の餌食にならないか？あ、まあ南極とバイデンは同じ全体社会主義者同士だし。と許してくれるよ。イデオロギーで片付く話じゃないと思いますわよ。あれ、全世界の戦争が強制和平になっちゃったよ。アルゼンチンは降伏寸前だったのにまた南極の島に閉じ込められちゃったな。ええ、多分全人類はバイデン主義に対して団結しろってことで戦争をやめさせられたんだろうな。バイデン主義に対抗するためにも南極コミューンが南米を統一すべきでしょうが、戦争目標正当化でコツコツ攻めていくしかないわね。アフリカイスラム原理主義コミューン、通称自由アフリカが全世界に宣戦布告したよ。原理主義というか原始主義だけどな。猿だしイスラム要素もないしね。南アフリカに猿、南極にペンギン、北極にホッキョクグマと動物祭りになってきたな。そして予告もなく北京ら辺に州ネットが爆誕してたよ。異世界であたおか米中冷戦やめろ。すぐに熱戦になるだろうね。州も全世界を核の炎で浄化するのが目標のようだ。それだけじゃなくコロナをばらまいたりするよ。とんでもないブラックジョークだな。一方のバイデンは全 NF をコンプリートすると全国家にこのひどい特性をつけるよ。目視録の炎、要は核で世界を焼き尽くした上で侵略するわけだな。これもうこっちの地球にも住む気ないよね。もはや愉快犯かもしれない。快感を得るために世界を滅ぼすな。習近平もバイデンもうちも猿と戦争状態にあるので不可侵を結べるよ。参加国とも全体社会主義だしね。まあ意味はほとんどないだろうが、気休めにはなるだろう。彼らは NF をコンプリートするまで侵略を開始しないのでそのうちに南米への再侵攻を開始するよ。南極は州やバイデンにはかなわないとはいえ、十分チート国家だから余裕だな。南極コミューンは立派な社会主義国の一員としてインターナショナル会議に呼ばれたよ。プロレタリアペンギンも立派な同志というわけか。まあこれはイデオロギーが社会主義系なら全員呼ばれるんだけどね。ってことはバイデンアメリカと州ネットも呼ばれてるんじゃ。君のような勘のいいガキは嫌いだよ。私、ペンギンとなったトロツキーはついに健全な人生を歩み出しました。ああ、そういえばそんなコンテンツもあったね。核戦争だの知性を持った動物だのコンテンツが多すぎて頭がついていかないよ。しかし、ここで選択の時がやってきます。なになに？女とやりたい。は？そもそも私が健全な人生を歩むことにしたのもカツタレを作るため。ゴミじゃねえか。ということで彼女を作るか娼婦を買うか選ぶよ。でもお前ペンギンじゃん。だからつがいを作るかペンギン娼婦を買うかってことでしょ。ペンギン娼婦ってなんだよ。娼婦を買った方が早くエッチできるので娼婦を買うよ。ペンギンの政治上はもうどうでもいいよ。で、世界に動きはないのか？とりあえずアルゼンチンとチリは併合したぐらいだね。バイデンと州はまだ動かないみたい。人生 NF を完了したらエッチできるようになったよ。どういうことだよ。 50% の確率で人的資源が1増えるらしい。娼婦に産ませるなや。あ、バイデンが全世界に宣戦布告した。不可侵条約は当然破棄されたぞ。まあうちは国境を接してないし当分は大丈夫やろ。ギャー、メリクリ。全世界に最高のクリスマスプレゼントを届けに来たよ。いらないです。未来へ帰って100発ぐらい核をクリスマスプレゼントされてしまったな。ペンギンたちの楽園を傷つけることはないだろ。人類の争いに巻き込まないで。なんかロシアもバイデンの手に落ちてるんだけど。我が祖国が核の炎で焼き尽くされた。そして毎日のようにクリスマスプレゼントが飛んでくる。鉄道が破壊されて補給網が崩壊してるよ。連日の核攻撃でもう人が住めない大地になってるよ南米は。核の炎でとんでもないデバフがついている上に、州ネットがコロナをプレゼントしてきたからもうボロボロだよ。さらに娼婦とやったせいで性感染症に罹患してるぞ。ちょっと待って、じゃあガムラン指導者で人生満喫したら梅毒にできるじゃん。いやそんな話しとる場合ちゃうねん今。グルジアの指導者になったから不可侵条約結んでくれや。よし、グルジアと南極でバイデンの脅威から世界を守るんだ。ついに南米にバイデンが進出してきたぞ。補給網も充足も崩壊してるから迎え撃つのは無理なんだよね。核攻撃だけで手段減ってるからな。そしてこのようにバイデン軍は核で正規しながら進行してくるよ。アンデス山脈平坦になってそう。アマゾンは完全に焼け切ってるだろうね。南米以外も世界中で核の雨が降り続けているぞ。わぁ、綺麗なイルミネーションだね。当然極東もこんな感じだ。そういえば、州ネットはどうなったの？
バイデンと戦争状態だし、核は打ち返してると思うぞ。じゃあシューネットが頑張れば、世界は救われるのでは？でもバイデンが倒れたらその後にシューネットが暴れるだけなんだよな。で、え？幸福限界マイナス 100% だからブラジル占領されただけで幸福しちゃったね。おいー、まだ南極は無事やろうが。頑張れペンギン兵。無茶言うな。ということでバイデンに唯一対抗できそうな国、シーネットに入ってみたよ。工業力が9000あるけど全く活かせてないな。一方こちらがバイデンアメリカ。工業力ボーナスは州の方が上だけど他国に与えるデバフが凶悪すぎる。こちらがバイデンを支える豪華メンバーだよ。なんで参謀がオバマとトランプなんだよ。というかカマラハリスとバイデン息子に挟まれてるおっさんは誰？ムハンマドカラキーンって人らしいんだけどバイデンにメッセージを送ったクルディスタン人らしい。その映像が面白いからミーム化してるっぽいね。なるほど、知らなくていい情報をありがとう。まあでもこのミームモードをやって思ったことは、複数作ってもぐちゃぐちゃになるだけってことだね。確かに、人生 NF を進めながら動物が放棄して未来人が襲来するのは複雑すぎるな。そして最後まで謎だったコンテンツが一つだけある。いや、全部最後まで謎だったよ。このミームモード一覧を見てくれ。うん、だから全部最後まで謎だったよ。いや、一切出てこなかったのが一つだけあるだろ。え、どれ？ポーランドだよ。ポーランド。ああ、あの分割されるのが常に運命づけられてる国ね。バイデンの核攻撃で世界は滅びました。終わり。だけじゃ、ミームモードを遊びきれた気がしない。ということで次はポーランドの追加コンテンツを見てみようじゃないの。これ単発じゃないの？俺、複数話にわたってペンギンと対話式 AAR しないとダメなの？仕方ないなぁ。ぐにゃあ。よし、工場。これでいいだろう？いや、俺気を使って見た目がペンギンなことを理由にしたけど、本当はお前が嫌いなだけだから人間に戻ってもやだよ。ひどい。